新そばと真中広むというあの編集者のセンスに私は感動しましたよね。もう一発これでこれで稼ごうと思ってるんだという、あの何と言うんですかね、なんかあのまたモスクワにあれですよ、あのなんかボルシェビキの旗が立ったような感想を持ちましたもんね。つまりそこまで逆に言うと舐められてるんですよ。加藤浩一なんかも先ほど脱線しましたけど、日中友好協会の会長になってめでたく胡錦涛と会見できますって言ったらね、そのまで日中友好協会の会長でなかったらと胡錦涛会わなかったんですよ。だからそうやってですね、中国のロビー活動をやることによって中国にどん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 お追従をよそにしていくというですね、こういうからくりがあるんですよ。でこれからますます本格化しますよ。でそのさっき言ったですね、その在日の朝鮮人文化人ね、あるいはやっぱり韓国、そういう人たちに対してもですね、もう原則的な批判をしなきゃダメですよ。中国の2000年のやっぱりですね、あれですよ、朝鮮に対する支配はむごいですからね。北朝鮮はこれから優秀な労働力とですね、本当やっぱ虎の子の、資源をですね、中国にやっぱ抑え込まれるでしょう。そのことによってやっぱ発言力を封じ込められているというね。ですから一部にですね、その北寄りの人がですね、ここに来て日朝正常化を図りたいというのはですね、日本の金で北朝鮮に、中国に対抗したいという思いがあるんですよ。私はそれで一つの戦術論とあり得るとは思うんだけど、そういう人たちがなぜ信頼できないのか。北の手先だからですよ、彼らに言ってることは。横田めぐみちゃんは死にましたと。北朝鮮が言ってる8人は死にました、田原総一郎含めてみんな言ってるでしょ。あれ北朝鮮の言い分そのままじゃないですか。でそれを前提にして日本と正常化成長でしょ。バカも休み休み言えよ。でそういうことですよ。つまりね、こんなんゴロゴロ出てきますからね。だから要するに北朝鮮にやっぱり日本人はみんな生きてると、まあ、病気で亡くなった方もいらっしゃるですね。いらっしゃった日本人を全て返すと、一人の例外もなく日本人をやっぱり取り返すと、日本に連れて帰ると、で北朝鮮に謝罪させると、そのことがあって初めて正常化の問題が話し合いのテーマになるんですよ。だから私はですね、潮風というですね、荒木和弘がやってる北朝鮮向けの放送がありましてね、ちょっと収録遅れてるんですけど、今度実は中国で出ます。中朝国境のこれ流れますんで、で私はどんどん煽りますよ。北朝鮮の国民を立ち上がれと、お前たちの敵は中国だと、今こそ王力を超えて北京に進軍せよと。でそれぐらい言いますよ。それは金日成主席は泣いてるぞと、ついに父の旗は大地に倒れてしまったではないかと、そう煽りますよ。で中国は中国でまた別に煽りますからね。北朝鮮擁護していいのと、日本からの ODA 止まりますよと、東北地方に日本からの企業お金なんか行きませんよ、どんどんこれから貧しいままですよと、北朝鮮と親中するんですから、ダブルスタンダードで2つ使い分けるんですよ。そうするとやっぱり中国と北朝鮮を噛み合わせる。ハブとマンフースだったらどっちがハブとマンフース、それ知りませんよ私は。好みで決めてください。ただ私が言いたいのは何かって、戦後やっぱり60年経ってですね、中国と北朝鮮内でね、ほぼここまでですね、党のレベル、朝鮮労働と中国共産党の対立はともかく国家と国家のレベルでもですね、矛盾と対立が表面化してきた。これをなんとかチャンスにできないかということをですね、我々真剣に考えるべきなんです。で中国についてはですね、さっき言ったように中国はもっとにかく日本から死ぬまでお金を取るつもりですからね。あれ中国はあれですよ、日本からの援助を拒否するなんてことはないんですよ。中国もとことんとにかく昼のように日本にくっついて、でとにかく日本悪い日本悪いって、であれでしょ、松井みたいなバカがそうやそうやみたいなことを言ってて、で中国にとって何が辛いか、日本人が信用しなくなったんですよ、こういう中国を。これまではですね、何かトラブルがあるとですね、中国がそれに絡めて ODA 出せって言ってきたんですよ。竹下政権時代に私は幹部から聞きましたよ。日本が援助することによって政治問題化を防ぐんだということだったんですよ。でそういう形でですね、中国がなんか文句言ってくる、そうするとすぐ謝罪する、 ODA を出す。で謝罪するのは例えば野中広さんなんかやらうでしょ。野中広さんなんかも体が反応、謝罪という言葉で反応するんですよ。野中さんの選挙事務所の秘書がですよ、野中さんの事務所の会が壊れたんで、先生な南京錠を買いたいんですって、南京と聞いた瞬間、野中さんは土下座を始めたっちゃうんですよ。冗談ですけどね、もちろん。つまりなんでこうなる、体が反応するんですよ、もう。それでやってきてるから60年。だから野中さんはその意識はなかったんですよ、おそらく。南京と聞いた時、まさか自分の体がそういうふうに動くとは思わなかったんでしょうね。でも見たら手をついてたっていうんだから。でその野中さんを見て中国は信頼できる同志だと思うんですよ、土下座してるから。そういうことなんですよ。河野洋平なんか衆議院議長ですよ。北の男は何やったのか、
で、これを日本のマスコミ書かないじゃないですか。あいつは売国でですよ。その売国とかで散々好きなことで、河野談話なんて、与太話を飛ばしといてですよ。日本をここまで貶めてるのに、朝日新聞は、日本の、あれですよね、あの、両親を代表する政治家とか書きますことがあるんですよ。与太新聞じゃないですか、こいつら。河野洋平なんか、